綺麗な空。終わったのね。ああ、本当にこれでよかったのか。私もあなたと同じ思いです。いえ、私だけでなくみんな同じはずです。ありがとう。あ、陛下。陛下、陛下。ずっと前から分かってた。私のせいで世界がどうなるか分かっていたの。でもどうしてもヒューマの体が欲しかった。なぜ、なぜです。でもやっと本当に大切なものが何か分かったから、せめてこの国の王として一つくらい人のために。しっかりしてください。最後まで迷惑ばかりでごめんなさい。この国を頼みます。陛下なしでどうやって。あなたがいれば大丈夫。違う、生きてください。私のために。あがてミルハウスと、ずっとあなたのこと好きだった。まだ種族の争いは続いている。憎しみや悲しみはすぐに消えることはないだろう。だが私たちはそれを乗り越えなくてはならない。この国が生まれ変わるために。我々人は新たな関係を築き上げなくてはならない。時間はかかるかもしれないが、できるはずだ。はい、私もそう思います。分かり合える時が来ます。私たちがそうだったように、私たちは同じ人です。災いに立ち向かうため、みんなが心を一つにしたあの時、世界中の人がそれを知ったはずです。生まれ変わるか、どんな国なんだろうな。少なくともこんなことをせずに済む世の中だと信じたいわね。手を貸してくれないか。やり方は違っても僕たちが目指すところは同じでしょ。あんたの作る道を人は進む。その道しるべになれるような気がするんだ。俺たちなら。そう、俺たち。